皆さん、今日はですね、隠しカメラを仕掛けて24時間おもちゃを観察してみたいと思います。どうも、シュンス TV です。普段撮影しているトイストーリールームは隣の部屋になるんですけども、メルちゃんが来てからいろいろと不思議なことが起こっているので、私実は隠しカメラを仕掛けたんですよね。まあおもちゃたちには気づかれてると思うんですけども、まあとりあえず隣の部屋にカメラを持って挨拶に行きたいと思います。タウンロークしてね。さて、トイストーリールームの前まで来ましたよ。よいしょ。おはようございます。いや、俺、メルちゃんの周りにみんな集まってますけども、いやなんで、これは一体何をやってるの？いやー、こんにちは。このおもちゃたちが私がロッツォなんじゃないかと疑っている。私はメルちゃんだ。何度言ったらわかるんだ。そうだよね。どっからどう見てもメルちゃんだし。おお、バービーがビッグベビーにミルクをあげてますよ。よかった、ビッグベビーもこれで機嫌を直してくれたと思います。さすがバービーですね。それにしてもボニーのおもちゃたちも怖がってますし、またみんなで喧嘩してるのかな。いやー、大丈夫かな、ちょっと心配なんですけども。それに実はですね、よいしょ、ポリスステンチーの指示で昨日はカメラを仕掛けさせていただきました。シュンさん、その映像はまだ見てないんでしょうか？そうなんだよ、まだ見てないんだよ。でもその映像に何か映ってるかもね。はい、カメラにしか映らないものなどいろいろありますので、私は絶対にカメラを仕掛けるべきだと思いました。いや、さすがですよ、ポリスステンチー。それにしてもステンチーがどんどん減っていきます。前ね、15体ぐらいいたのに、プレゼント企画やるたんびにどんどんいなくなっていくのでね。でもプレゼント企画であげたステンチーはみんな今頃幸せだと思いますのでね。はい、ということで皆さん、実はですね、昨日隠しカメラを仕掛けました。そしてですね、そのカメラの映像をまだ私も見ていないんですけども、今から確認したいと思います。いやー、何か手がかりになるようなことが映ってればいいんですけどもね。まあとりあえずちょっとおもちゃたちと一緒に見るんじゃなくて、隣の部屋に行って私だけその映像を確認してみたいと思います。じゃあちょっと隣の部屋に行ってきます。よろしくお願いします。皆さん、映像を確認しました。まあ早送りしていきながらね、いろいろと見ていったんですけども、一箇所めちゃくちゃやばいのが映ってました。いや、僕もね、本当にもう心臓が今ドキドキしてます。あれは一体どういうことなんだろう、どういうことなんでしょう。ちょっととりあえず隣の部屋のトイストーリールームに入りたいと思います。いやー、これはちょっとどう説明したらいいんだろうな。いやー、おもちゃの皆さん、私カメラの映像を確認しましたよ。そして不可解なものが映っていました。何を言っているのかね。不可解なものなど映るはずがないだろう。おかしなことを言うな。そうなんだけどさ。いやー、これはみんなに見せない方がいいのかな。僕とても気になるよ。レックス、やっぱり気になる？もちろんだよ。何が映ってたの？僕に教えてお願いだよ。いやー、そっかそっか。いやー、みんなに教えるべきなのかどうなのか。よし、わかりました。おもちゃの皆さんに昨日の映像を見せたいと思います。皆さん、ここに隠しカメラを仕掛けたいと思います。まあ、正直おもちゃたちにはバレるかもしれませんけども、でも撮影を続けることで何か映るかもしれませんので、では私は外に出ます。
おいザーグ、私をいつものポジションまで持ち上げてくれ。承知しました、メルちゃん。ああ頼む。そうそう、この私のいつもの椅子と共にだ。もっと早くしないか。そしてスパークス、私をもっと奥まで押してくれ。何をもたもたしているのかね。お前は私の元部下じゃなくて、我々は家族なんだから。ああそうだそうだ、快適だ。見渡しがいいところが好きでね。もっと奥まで押してくれないか。ここは私のポジションだ。ああ、リトルグリーンメン、私に子守歌を歌ってくれ。眠れ、眠れ、眠かいぶりなさい。おい、メルちゃん。お前本当はロッツだろ。何を言っているのかね。ダッキーとバニーは私に逆らうとハサミを使うからな。わかったか。うるさいうるさい。本当のことを言え。おい、メルちゃん。お前本当はロッツだろ。何を言っているのかね。ダッキーとバニーは私に逆らうとハサミを使うからな。わかったか。うるさいうるさい。本当のことを言え。おい、どう考えてもロッツが映ったぞ。ああそうだ、正体を表せ。メルちゃん、何を言っているのかね。確かにロッツのようなものが映ったが、私はメルちゃんだ。どこからどう見てもメルちゃんだろう。確かにそうなんだけどさ。皆さん、あれは一体どういうことなんでしょうか。メルちゃんにロッツが乗り移っているのか、それともロッツに操られているのか、私にはわからないんですけども、何でも知ってるスマイリーロックさん、教えてください。ロッツのようなものが確実に映りましたけど、あれたまたまじゃないですよね。ああ、そうじゃな。たまたまロッツが映るなんて考えにくいですね。あのメルちゃんとロッツの何か関係がありそうじゃな。そうですよね。メルちゃんは可愛らしいお人形ですから、大切にしてあげたいと思うんですけども、このロッツが映った謎をしっかりと解き明かしていかないと、このままじゃシュンズ TV の番組が潰されてしまうかもしれないので、なんとか対策を考えたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。そして皆さん、今年のクリスマス何をもらおうか、ツイッターでアンケートやっております。ミスターマイク、ブックワーム、そして現金1億円、もしくはコロナが収束して世界が安心できる魔法の薬、もうその4つの中のどれかをサンタさんに私は今年もらいたいと思います。なのでぜひツイッターの投票やっていただけますと嬉しいです。投票で一番多かったものを今年はサンタさんに頼みたいと思いますので。そして今レックスの質問コーナーですけど、もう間もなくリトルグリーンメンの質問コーナーに変わります。なので引き続きレックスへの質問、リトルグリーンメンへの質問もどしどしコメント欄に書いてください。もう間もなくレックスへの質問からリトルグリーンメンへの質問に変わりますので、では皆さん、またお会いしましょう。さよなら。ああみんな、僕の質問コーナー終わっちゃうのとても寂しいよ。でも次はリトルグリーンメンのコーナーだって、僕それはそれでとても楽しみだよ。レックスに質問です。おもちゃたちに誕生日はあるの？ああ僕たち誕生日とかはないんだけど、ああでもたまに持ち主がこの子の誕生日は何月何日って決めてお祝いしてくれたりするんだけど、そういうのとっても嬉しいんだよ。人間はみんな誕生日お祝いしたりするんでしょ。だから僕たちおもちゃも誕生日を決めてもらってお祝いしてもらうのとっても嬉しいから、みんな自分が持ってるおもちゃの誕生日を決めてあげて、そしてお祝いをしてあげてよ。あーみんな、サンタさんに何もらうかの投票もよろしくね。僕、みんなが投票してくれるの楽しみで楽しみで、もう待ちきれないよ。信じて